訓練さんのエネルギー、トレーナーさんのエネルギーとかも同じで、動物なんで絶対エネルギーを感じながらこれ生活していってるんですよ。なんちゅうの、野生動物やったらもっと危機感持って生きてるじゃないですか。いつ食べられるかわからんから。でも犬ってそういう心配ないから、ちょっと危機感はないやろうけど、人間よりまだ危機感持ってるから感じるんですよ。人間よりも感じるもん持ってるんですよ。それが分かってない訓練さんはおれへんと思うんやけど、トレーナーさんはほんとダメって僕思う。そのエネルギーっていうのを分かってない。動物って絶対あるんですよ、それ。もうなんかちょっと変な方向やねんけど、あるんですよ、出てるんですよ。ピンポンダッシュですか？ピンポンダッシュは地震だけで治ります僕地震だけで治してきたもん。ピンポンダッシュ行きませんでしょ。ピンポンダッシュでより出しゃばって自分が全てを確認したくなるんですよ、怖くて。それがピンポンダッシュです。これで治るはずなんです。僕知って治せる、あのシュナウザーでピンポンダッシュピンポンしで直してるんで、あれなんですよ、出しゃばんならないです。でスリッパなかったんかな、もういきなり足かんできたよ。で初めましての挨拶なしにもうゴング鳴らされたから、対決ですね、上位取り。僕ヤギって普通のトレーナーさんってそれしない、もうわーと言いながら、もう負けてるんですよ犬に。で初めましてどうのこうの言うけど、僕ちょっと待ってくださいって言って、もう平気で今ちょっと上位取りに行きますから、後で挨拶させてもらいますって、もうゴング鳴らされたから、トレーナーさんと違うことやってましたね。もう初めに頭とに。あ、飼い主のエネルギー、そうよ。あのね、飼い主のエネルギー、これがその飼い主のエネルギーも、やし、訓練さんのエネルギー、トレーナーさんのエネルギーとかも同じで、動物なんで絶対エネルギーを感じながらこれ生活していってるんですよ。人間だけが、人間もエネルギー感じるじゃないですか。そういうなんかこう時あるじゃないですか。で人間ってもう平和になりすぎてるから、あまりそのエネルギーを出したり感じたりとかできへんようになってきてるけど、まだ犬とかもう平和になってるけど、そのなんちゅうの、野生動物やったらもっと危機感持って生きてるじゃないですか。いつ食べられるかわからんから。でも犬ってそういう心配ないから、ちょっと危機感はないやろうけど、人間よりまだ危機感持ってるから感じるんですよ。人間よりも感じるもん持ってるんですよ。で出すもんもすごいも出しよるけど、それ人間って感じないんです、よう感じんのですよ、その危機感ないから。でもそれをこう感じれるように、やっぱり自分自身もこうトレーニングっていうかね、なんやろな、そういうのをしていかな感じられへんと思うんやけど、それが必要なんですよ犬って。飼い主のエネルギーで、それが分かってない訓練さんはおれへんと思うんやけど、トレーナーさんはほんとダメって僕思う。そのエネルギーっていうのを分かってない。動物って絶対あるんですよ、それ。それが
あの持ってなかったらすぐ殺されてまうから、食べられてまうからね、やっぱり持ってるんですよ。で動物扱うんやから、そこらって理解してな、エネルギーって出すもんやと思わなあかんし、うん、それと感じるもんやっていうのが、それを理解してトレーニングとかやっていかんとうまくいかないと思うんですよ。だからそこらです、絶対いります。ほんで犬もエネルギー出してます。それ感じ取れる飼い主さんになったらもう絶対ベスト。わかるもん、心理状態が。今度それ感じれるようになった、もうなんかちょっと変な方向やねんけど、あるんですよ、出てるんですよ。それを感じてやったら犬の心理ってすっごい読めるようになるんですけど、それは僕画像からでもわかるんですよ、僕はね、うん。だから写真送ってくれとかよ、正面写真、正面の写真を送ってくださいって言って、正面の写真動画やったらあんまり分からへんねんけど、それで感じるんですよ今の気持ちって。なんかもうおかしい世界なんやけど、僕は感じるんですよ。で今こうやね、ああやねっていう感じの、そういう思ってることじゃないですよ、そういうストレスの的なこととか、そういうことは僕感じるんですよね。でまたそれ感じなかったら、初めての噛む犬はあっこまでできないです、うん。それ感じながらこうやっていかないと。あら、出てるんですよ犬も、すっごいそういう犬なりのエネルギーがね。それで今どういう状態かっていうのを理解してやってなんですよ。ああそうやね、前回のズームとか本当に見てほしいね、うん。すっごい僕自身すごい集中してたし、かなりのもん出してたと思う、うん。でないと一歩間違うたらほんと飼い主さんドツボやからね。ほんで遠方やからどうもできないじゃないですか。これが車で1時間2時間できるとかやったら今から行きますわみたいなんで終わるやけど、そういうのはできへんじゃないですか。だからミスったら終わりなんですよ。でもやってることっていうのを後で動画を見るとそんなことないんですよ、うん、そんなことないけど、本当にその場やったらもうすごいどうなんのって感じですよ、うん。そんだけ差が出るやろね。だから動画で見て、今までの動画でもセッションの動画とかもあるじゃないですか、あのポメとかあるし、あとトイプもあるしやけど、あれって動画で見る時のあれと飼い主さんが間近で見るのと全然ちゃうと思う。で飼い主さんってどうもなれへんから打ち切ってるわけじゃないですか。それで目の前でまあ言うたらひっくり返されてるわけじゃないですか。こうどんどん変えていったりとかで、やっぱり飼い主さんは緊張してるじゃないですか。うわうちの子かもんちゃうかとかでね、シュナウザー抱っことかもやってるじゃないですか。アンナとかもほんともう飼い主さん目つぶってもう無理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 っていう感じやんか、うわーっていう空気の中で僕抱くんですよ、うん。ほんとね、現場でいてたらうわすごいってなるんですよ。ブラシ一つにしてもブラシこうできませんできませんっていうので、ちょっと待って言うてやっていてできて、ほれできちゃうじゃないですかって言ったらもう発狂ものすごいになるんですよ。でも動画で見たらそこまでないじゃないですか。でも飼い主さん本人は発狂もんなんですよ、ってなるんですよ。
でもう緊張なんですよ、うちの犬噛んでまえへんかなとかすっごい緊張なんですよ。でずーっとやっていって最後できたやんって、やってみって言ったらできた、うわーって発狂もないですよ。でも動画で見たらそこまでならないでしょ。そんなもんですね。ほんともうドキドキもんでみんな見てるもんね、あの生番組いうか、うん、ドキドキもんよ、わー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 ってこんない、でもでもっていうかなんですよ。でやってみてくださいともできないんですよ。もうそんな 僕やってみして次やってって言ってもできるわけないんやけど、やってって言ってもらう、やってもらうんやけどできるわけない。でも本当それをこう実感して帰ってもらったらできるやんって、なちょっとできるようになったらできるやんってなっていくんですよね。ならもうできます。だからそういうのんですね、ほんと面白い。ピンポンダッシュですか？ピンポンダッシュは地震だけで治ります僕地震だけで治してきたもん。ピンポンダッシュ行きませんでしょ、ピンポンダッシュで。これでもう行けん、これでもう行かないです。うん、ピンポンダッシュでそんなんです。出しゃばって飼い主さんより出しゃばって自分が全てを確認したくなるんですよ、怖くて。それがピンポンダッシュです。怖いんですよ。で興奮しちゃって、普段興奮状態が高いで、それで地震、犬も地震ないんですよ。でも飼い主さんより上位に立って犬は頑張って確認せなあかんと思ってるんですよ。で飼い主さんを守ってるっていう風に言う飼い主さんおんねんけど、大間違いで犬は自分を守らない仕方なくなってるんですよ。本当はそこは飼い主さんがカバーして守ったらなあかんですよ。だから犬がうちの家守ってくれてんねんとか、私を守ってくれてんねんっていう人は一生ピンポンダッシュ治んないです。そうじゃないです、飼い主さんが頑張らなあかんとこを犬が頑張っちゃってるんですよ。で怖くて仕方ないが吠えるんです。あれがピンポンダッシュです。なんか飼い主さんドーンって言って、俺に任しとけ、私に任しとけなんですよ、お前出しゃばんな、なんですよ。それで治るんですよ。でピンポンってなったら何って見たらもう行かないですよ、出しゃばんなよお前、なんですよ。でまた外そのなんていうの、来客が家に入ってきたらまた吠えるんで後ろにね、でお前何でしゃばっとんねん、まだって、そんなお前は黙っとけなんですよ。ほんだらもう何にもこと起こんない、ピンポンダッシュ治りましたなんです。それがピンポンダッシュです。もうのこれで治るはずなんです。僕知って治せる、あのシュナウザーでピンポンダッシュピンポンしで直してるんで、あれなんですよ、出しゃばんな、なんですよ。ほんで終わり。そんだけ簡単な話なんですよ。うん、めっちゃ簡単な話。ノーも言わんでね、しで直る話なんですよ。僕があそこのまあ、いろんなことをやらせてもらってんけど、クレートトレーニングとかいろいろね、昔から僕一緒のクレートトレーニングです。でクレートトレーニングとかいろいろやらせてもらって、ピンポンダッシュで行ってんけどね、無駄吠えで行ったんです。でそれであれなんですよ、もう出しゃばんなよと、興奮避けて行って出しゃばんなよって、でピンポン鳴らしてきてって言って、で終わりだね、出しゃばんな、
それまで出しゃばんな、俺が上や上やって。よしって、もうなお、もう行きません、私。出しゃばる必要がなかったんですよ。で、終わりです。うん。ほんと、ピンポンダッシュで簡単に直してきた、今まで。そんな苦労せえへんし、なんやねんって言ったら終わりです。本当に。まあ、それまでに上位取るから、もうあの子ってね、ピンポーンって鳴らしたら、やっぱピンポン出しの子やから、僕外でウィンポンって、んで玄関でね、後ろからうわーって来て、で開けて、で、スリッパなかったんかな。もういきなり足噛んできたよ。で、初めましての挨拶なしに、もうゴング鳴らされたから、対決ですね。上位取り。僕やにって。普通のトレーナーさんってそれしない。もうあーと言いながら、もう負けてるんですよ。犬に。で、はじめましてどうのこうの言うけど、僕ちょっと待ってくださいって言って。もう平気で、今ちょっと上位取りに行きますから、後で、挨拶させてもらいますって。もう、ゴング鳴らされたから、戦いやって、もう奥へ追い込んでいってっていうかね、下げていって炭でどうしようもないように炭まで行って首にコレクションパソンで入れて終わりです。あの子でもやーんとかなったけど、でもう上位取りましたって、ほんでピンポンなしましょうかって、もう知って終わりなんですよ。そんな感じです。だから結構ありましたよ。僕セッションで初めましていう感じでピンポン押した時に、犬がワーンとか言って吠える犬が後ろでもワン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 吠えたら、ちょっと挨拶待ってくださいっていう感じで、もう先に上位とに行って、うん、でそこでこうちょっと犬に待ってって言ったら犬に上位取られてまうんですよ。ポイントを犬に渡してまうんですよ。それはできへんから、もう会った時で向こうがねゴング鳴らしてきてんねんから、犬がほんならもうやりましょうか私みたいな感じで、もう決着つけに行かなダメなんで、僕はそういうやり方でもう本当に挨拶置いといてが多かったですよ。そんなやり方です。普通のそういうトレーナーさんが来て「はじめまして」みたいなんで吠えてる犬とかいてるじゃないか。グループでやったこと時もあるけど、初めてのあの初めてのイベントでパックウォークやったんですよ。その時もそうやったし、結構そういうイベントというか、こうグループでこう犬連れてきてもうてとかもやったけど、はじめましていう挨拶できへんかったもんね。さっきに文句言う犬全部片付けていったもん。さっきで片付きましたって言ってはじめましてなんですよ。だからはじめましてどうのこうのこうのこうのっていうのがあまり僕ないです。ちょっと気になる犬やったらさっきちょっとリード貸してくれへんとか近づいていって先黙らせてしまうとかを先にやっていかんとポイントを与えてまうから、先もう上位取らなあかんいうの取ってしもてからはいやりましょうかするんですよ。だからちょっと普通のトレーナーさんと違うことやってましたね。もう初めに頭とにやってました。常にそうです。で犬が折れへん時やったら先にこうね犬のこと聞かしてもうたりとかやってからやけど、ほんと犬のこと聞かんともう戦いに入らなしゃがないなこれみたいな感じでやってましたね。だから全然違います、僕の。な感じでしたね。
だからうちセッション来てもらっても、まあ初めましてとか言うけど、犬が何わわわいだ、ちょっとリード貸してってもうすぐ言うもん貸してくださいって言って、もうそこはもうセッション始めます言うて、初めにどうのこうのとか聞く間がないんですよ。もう吠えて、あの何ちゅうの、文句言うてきてるから、文句言うてきてんのに、その文句をちょっとこう聞かないふりして飼い主さんと喋るのも犬ポイント与えてしまうから、後で話せば分かる人間の方に、ちょっと待ってくださいって言って、犬リードとりあえず貸してって言ったら、ちょっと行ってきますって言って、もう連れていくもんね、あの分からしに散歩、ちょっと散歩先行ってきていいですかみたいな感じで、もう分からしに行くんです。ほんならもう帰ってくる時に参りましたになってるもうそんなひどいことしないですよ。もう飼い主さんも見えてるとこしか行けへんからひどいことしない。でももう私は参りましたになってるんですよ。ほんならセッション始めましょうかって言ったら、もう言いなりじゃないですか。ほんなになりますね。結構文句言い張る、犬がね、犬が文句言い張るんで、文句言われたらもう分かったよお前、ほんだら先に決着つけようかっていうのをしますね。まあそんなんとか、なんせね、上位取らなダメです。まずは出ないと前に進まないです。上位の取り方もタイミングもあるけどね。もう怖がってる間ダメで、怖がってても自分ブチ切れたらいいんですよ。ブチ切れて犬むちゃくちゃにしたらダメですよ。殴ったりとかそんなんじゃなしに、自分ブチ切れたらもうそこで上下入れ替わります。一発でもうどうでもいいわいってなったら、一発で上下入れ替わる。犬がひるむんですよ。その痛めつけるじゃないですよ。もうそこで自分だけがブチって切れるだけ、もうどうでもいいわいってなったら犬ひるむ。もうそれ何にもやってないのに犬ひるみます。えならこう、その勢いでうーって近づいていったら犬後ろ下がります。そんだけ変わるんですよ。どうでもいいわいって本当に思ったら、その勢いでうーって歩いていったら犬後ずさりする。今までうーとか言ってきてんのうーんって言ったら後ずさり、そんだけになりますね確実に。退屈お前もういいのなあ、普段やったら寝てるなあ、もう明日よう寝れるわ朝はい、ってことでそろそろ